圧巻のパフォーマンス。平野翔、ガンユータ、神宮寺ユータのダンスを分析平野翔の驚異的な稼働域。岸ユータのリズム感と正確さが光る。神宮寺ユータのセクシーなダンススタイルに迫る。ナンバーアンダーラインアイ INZM の音楽ビデオが公開された瞬間、多くのファンが SNS でその感動を共有し、熱狂の波が広がりました。彼らの言葉は、 一見するとただの賞賛に過ぎないように思えるかもしれませんがその裏には深い感動と彼らが感じたインスピレーションが隠されていますこのビデオはただのエンターテインメントではなく視聴者にとって何か特別なもの心を揺さぶる作品となったのですビデオの公開と同時に巻き起こったこの現象は単なるファン活動を超え現代のエンターテインメント業界がいかに人々の生活に深く浸透しているかを示しています 平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人は、個々の個性が際立つダンススタイルを持ち、それぞれが異なる魅力を放っています。彼らのダンスは、それぞれの強みを最大限に活かしつつ、グループ全体としての調和も見事に保っています。ここでは、それぞれのメンバーのダンススタイルを詳しく分析し、彼らがどのようにして独自の存在感を持ちながらも、 全体としてのパフォーマンスを引き立てているのかを探っていきます。まず、平野翔のダンスは、その柔軟性と力強さが際立っています。彼の動きは大きく、流れるようなリズム感があり、一瞬たりとも目を離すことができないほどの魅力を持っています。特に注目すべきは、彼の可動域の広さです。通常では難しい動きも、彼の手にかかると自然で美しいものに変わります。例えば、 激しい振り付けの中でも、彼の動きは決して乱れることなく、一貫して滑らかで力強い。このような特性が、彼のダンスを非常に見応えのあるものにしており、多くのファンが彼の動きに魅了されています。また、彼の表情の変化もダンスに深みを与えており、感情をしっかりと伝えることができる点も特徴です。次に、岸優太のダンススタイルは、技術的な正確さとリズム感が際立っています。 彼は一つ一つの動きを非常に丁寧に行い、細部にまでこだわりを持っています。彼のダンスは非常に計算されており、リズムにぴったりと合わせた正確なステップが特徴です。また、彼の表現力も非常に高く、音楽のリズムやメロディーに合わせて微妙なニュアンスをダンスに取り入れることができます。この技術の高さが、騎士のダンスを他のメンバーとは一線を画すものにしており、 彼の動きはどこかクラシカルでありながらも新鮮さを感じさせます。特に、テンポの速い楽曲でもブレることなく、安定感のあるパフォーマンスを見せることができるのが彼の強みです。最後に、神宮寺雄太のダンスは、その独自のスタイルとカリスマ性が光ります。彼のダンスは、どこかセクシーで挑発的な要素を持ちつつも、同時に優雅さを感じさせます。 彼は動きの中に柔らかさと力強さをバランスよく取り入れ、見るものを引き込む独特の魅力を放っています。また、彼のダンスには独自の色気があり、特に生と銅のコントラストを巧みに表現することが得意です。このようなダンススタイルは、神宮寺が持つ独自のキャラクターを際立たせ、他のメンバーとの違いを明確にしつつも、全体としてのパフォーマンスに深みを与えています。さらに、 彼は身体のラインを美しく見せることに長けており、振り付けの中で特に目を引く瞬間を作り出すことができます。そうじて、平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人は、それぞれが異なるダンススタイルを持ちながらも、見事に調和し、グループ全体としてのパフォーマンスを一層引き立てています。彼らのダンスは、単なる振り付けの再現にとどまらず、各々の個性と技術が融合することで、 唯一無二のエンンンターテインメントを提供していますこの調和が彼らのダンスをより魅力的で忘れがたいものにしているのです。まず最初に目を引くのは平野翔、神宮寺優太、岸優太の3人が織り成す圧倒的なビジュアルとパフォーマンスです。彼らの動き一つ一つが視覚的に洗練されており、ファンはその完璧さに息を呑みます。この感覚は単なるかっこよさを超えて、 彼らの努力と才能の結晶であることを強く感じさせます。例えば、ファンの一人は、どんどんかっこよさますね、と感想を述べていますが、この言葉の裏には、彼らが見せる進化と成長に対する深い感嘆が込められているのです。彼らは一見完成された存在に見えるかもしれませんが、実際には常に自らを磨き続け、さらに高みを目指していることが伝わってきます。また、 パフォーマンスそのものに対する評価も非常に高いです。特に、神宮寺優太の編み込みスタイルや、平野賞の可動域の広さに言及するファンが多く見受けられます。彼らの外見や動きに対する細かい観察が、ファンの間で交わされること自体が、彼らのパフォーマンスがいかに細部まで計算され、見事に表現されているかを物語っています。あるファンは、章君のダンスを、見惚れると表現していますが、 これは彼の動きが視覚的な芸術としての域に達していることを示唆しています。ダンスは単なる振り付けではなく、感情を伝える手段であり、見るものを引き込む力を持っているのです。さらに興味深いのは、彼らのパフォーマンスと日常のギャップに対するファンの反応です。普段は親しみやすい印象を持つ彼らが、ステージに立つと一変し、プロフェッショナルな姿を見せる。このギャップが、ファンをますます引きつけているのです。 例えば、普段の時とパフォーマンスしてる時のギャップがえぐくて nm ってます、というコメントは、彼らの多面性に対する驚きと感動を表しています。これは、彼らがいかに多彩であるか、そしてその才能をいかにうまく使い分けているかを示すものであり、ファンにとってそのギャップが一種の魅力として機能していることがうかがえます。また、彼らの努力に対する尊敬の念も、ファンのコメントから強く感じ取ることができます。 例えば、このブーツであの動き、相当練習しないと綺麗に見えないよな、と努力の天才たちが誇らしいといった声は、彼らの練習量やプロ意識を評価しており、彼らが一朝一夕でこのようなパフォーマンスを実現しているわけではないことを認識しているのです。彼らのダンスやパフォーマンスは、表面的には華やかに見えるかもしれませんが、その裏には並々ならぬ努力が隠されていることを、ファンは深く理解しているのです。 このように、ビデオに対するファンの反応は、単なる感動を超え、彼らが感じたインスピレーションや尊敬の念を反映しています。彼らのパフォーマンスがファンに与える影響は、視覚的な美しさや音楽の魅力だけではなく、彼らの生き方や姿勢そのものに対する共感や敬意を引き出しているのです。この現象は、エンターテインメントが単なる消費されるコンテンツではなく、 ファンとの間で深いつながりを生み出す存在であることを示しています。さらに、興味深いのは、ファンが自らの生活の中でこの影響をどのように取り入れているかです。例えば、この部分好きで自分で自信持って真似してるつもりだったのに、違ったみたいで家族にめちゃくちゃ笑われたというコメントは、ファンが彼らの動きを真似し、それを自分のものにしようとする過程を示しています。これは単なる模倣ではなく、 彼らのパフォーマンスがどれほど魅力的で、他者をインスパイアする力を持っているかを示しています。ファンは彼らの姿に憧れ、そしてそれを自分の中に取り込むことで、自らを高めようとしているのです。最後に、ファンがビデオに対して抱く感情の中で、最も重要なのは感謝の気持ちです。多くのコメントに、ありがとうという言葉が含まれていることからもわかるように、ファンは彼らの活動を心から感謝し、 それをを応援し続けたいといいいとう強い意志を持っています例えば、初の YouTubeLIVE も楽しませていただきありがとうございました、というコメントには、彼らの努力と才能に対する感謝の気持ちが込められており、その感動がさらにファンを引きつける要因となっています。彼らがファンに与える喜びや感動は、単なる一時的なものではなく、長く続くものであり、これからもファンとアーティストの間に深い絆を築き続けることでしょう。 このように、ナンバーアンダーライン e i i n z m のビデオは、単なる視覚的な楽しみを超え、多くの人々に感動とインスピレーションを与えています。その裏には、アーティストたちの絶え間ない努力と進化、そしてファンとの深い絆が存在しています。彼らのパフォーマンスは、単なるエンターテインメントを超え、見る者に強いメッセージを送り続けています。これからも、 このような素晴らしい作品が多くの人々に感動を与え続けることを願っています。そして、その感動がさらに多くの人々に広がり、より豊かなエンターテインメントの世界が築かれていくことでしょう。